緊急時に乗客を避難させる穴っていうのは必ず掘らなくちゃいけない。で東日本では大宮から新宿までの、深い地下を通す鉄道計画を考えたことがあったんだそうですけれど、穴を掘る、その掘った土をどこへ出すんだというような問題とですね、膨大なその金がかかる、たった大宮、新宿間確か2兆円ぐらいかかるんだというような試算が出たんで、とてもできないという話をしたんですよというようなことを言っておられましてね、つまりこの計画には相当無理があるねというようなことを同じ鉄道 JR 仲間が冷ややかに見ているというふうに言ってましたので、今のお話を聞いてちょっと思い出したので、質問にはなってないんですけれど、そういうようなことを、ありがとうございました。非常に心配なさってますね、その鉄道経営者、まあ、経営のトップにいられた方とか、あるいは事務次官やった方とか、鉄道局長やった方とか、いろんな方の私はお話をざっくばらんにしてまいりましたけど、そういう方々が、いやー、やっぱり心配だなと、こんなのを今、やっぱりなんとか止めなくちゃいかんなと、なんで、でまあ、皆さん、ちょっと今日はプレスの方ですけど、ぜひ、私は最後に、まあ、余分なことですけど、お願いしたいことを書いておきました。つまり、国民に正しい事実をもっと深く伝えてくださいということをお願いしたいと思います。で、世論調査ももちろんしてくださいと思いますけども、これはなぜこういうことを、そのリニアにこだわるんですかとかいうことをですね、本当の真意はどこにあるんですかということを、ぜひ、その単独取材をして、本音を突き止めていただきたい。つまり、鉄道人が今おっしゃることは、どうも、なぜやるかということが本当わからないということをおっしゃることが非常に多いんですね。リニアだけにこだわってるのはバカバカしいっていう人はもちろんおりますけども、こんなに危ないことにもう一心不乱で、もうものすごい、リスクもあるのにお金をかけて、やるということは何のためにやるんだかということを鉄道人自身が非常に疑問に思っています。疑問に思っています。そこを突っ込み取材をなさって書いてくださった記事を私は見たことがございません。それが一番私は重要なことだと思います。つまりそれによって、鉄道のこの本来の投資計画の目的が明確になると思いますが、それも言えないというような、ことだったら、これはもう経営の理念として、非常に、ないということになりますから、さっきの私の3つ挙げた目的は、はっきり言って、すべて空想と言っていいか、現実に即してませんね、需要はない。人口が減るのに、ちょうど2割減ります、ちょうど完成するまでに、さっきの図に書いたように1億になります、人口は、現状よりも。全体の人口が減るのに需要は 1.5 倍増えると、誰が乗るんですかと、その根拠は何ですかと、なぜ世界中リニアは誰も欲しがっている国はいません。アメリカだってもう全然関心がありません。それでなぜリニアそれでこだわるんですかと、そういうことをお聞きになるプレスの方が私はいてほしいと思いますね。それは鉄道人もみんなそれについて疑問を持っているわけですね。はい、ありがとうございます。